トンガッタバル。ね、トンガッてましたね。いろんな言い方を、うん、あのさ、うん、妖精見たことない。早いな。早いな。何なんす、急に。妖精。もっとなんか最初はなんか緩いトークしましょうよ、うんうん、雑談ね。好きな疲れたラーメンのお店どことかそういう話が聞きたいのに。疲れた。怖いな、急に。どうした。妖精見たことある。何すか、くんが。何よ。妖精。妖精って。妖精いるのね。いるんでしょう。いるんでしょうけど、うん、いるのね。見たことはないですね、私は。いるのな、ね、ないですよね。ほら、なんかあるぞ、これ。ほら、シータンタンが。嘘でしょ。ないですよねって言いたいとこなんですけど、これだけはあるんだよ。ほら、ないないほら、シータン。自分にもう一回素直になれって。あんね。俺、もうセナって言うからな。あ、やだ。セナ2って言う。お願い、それだけはやめて。もうほんとそんな声だな。セナ子。え、マジで、シータン。え、マジで言ってんの、それ。あるんです、2回だけ。あ、怖いね。幼い頃じゃない。あ、そうです、そうです。でしょ。10代の時です。この最近全然ないでしょ。20歳超えてからそうなんだよ。ほら一緒だ。もうちょっと俺帰っていいから。2人で喋ったら俺もちょっとこの空間に入れないよ。ごめんなさい。マジでこれだけ。なんで。いや、よくさ、昔聞いたのはほら、小さいおじさん見たことあるとか、なんかそういうのは俺も人からは聞いたことあるけど、はいはい、妖精ってなんですか、そのピーターパンみたいなこと。どうなんですか。俺ちょっとあんまりあのちっちゃな羽生えてる。ピーターパンではなかったです。なんですか、妖精って。いやいや、あのザ・ピーターパン。あ、だった。もうザ・妖精ですよ。へえ。ザ・ピーターパンのザ・妖精ってことはもうピーターパン。羽生えてた。あれなんていうの、羽生えてる、透明の。透明の。どういうこと、どういう状況で。ボディは人間で、羽がでかいの生えてて、あの、うん、なんだっけ、あのそれこそディズニーの妖精さんいるじゃないですか。はいはいはい、ティンカーベル。あ、あれあれ、あのイメージ。あ、そうやな。いや、俺ピーターパンって言ってるけど、ティンカーベルのことや。ずっと言ってるの、うん、の日本人が、俺が小学校4年の時に。え、大きさは。え、だからちっちゃい、こんなんだよ。あの、あ、ちっちゃいな。小枝にさ、ちょんって座ってるから。あ、じゃあちっちゃいね、うん、小学校の頃遠足行ったの。遠足、山遠足、山、なんか中途半端な山登らされるじゃん。あ、山の遠足な、はい。で、行って、木があって、そこのなんか枝のところにちょんって座ってたの。へー、妖精さんがたまたま見つけたんですね、うん、パッて。でこっち、まあ、なんか大きな虫かなとか思っちゃいますよね。いやいや、羽生えてるし、人間だし、体が。あ、そっか。ちょんって座ってるから、はい、で、羽こうパタパタしてて。それ人間って子供っぽい感じですか。ね、でも多分高校生ぐらい。10代後半ぐらいな感じはしたけど、ね、あ、ちょっと大人っぽくなるのか、うん、はい、でずっとこっち見てるからなんだろうなと思って。俺だけ、うん、だからそのみんなで団体行動じゃないですか、うん、2列で歩きなさいって、うん、俺だけこう出てっちゃったわけ、そっちに、うん、で、瀬名くん瀬名くんって言って先生が呼んでる声が聞こえなくて、うん、そっちに「はー」って言っちゃったわけ。へー。「わー」って言って、ずっとそのティンカーベルみたいな妖精の枝を見て、なんでここにいるの、どこから来たのって言って俺喋ってたんだって。で、先生が来て、はい、瀬名くん行くよって言って、あの列に戻されて、で、ずっと後ろ向いてても俺の方向いてて、だからあーって思って、もうちょっと喋りたかったなと思ったら、3年間ぐらい、その低学年の時に一緒の遠足があるんだけど、うん、3年連続いたよ。また来たのみたいな感じ で、 うん、で普段どこにいるのとか俺話しかけたんだけど、答えてはくれないんだよね。あ、向こうからの声はない。向こうの声がなかった。うん、まあ、なんか運とか、手振ったりとかはしてくれんだけど。うん、すごい、結構明確に見えてた。うん、いたいた、座ってたよ。で、バッと目が覚めたらベッドの上やった。違う違う違う、それは萌えのお兄さんみたいな。みたいな夢落ちとかじゃないですか。違うの違うの。本当に見たんすか。うん、うん、あ、それは明らかに妖精だった。へ、俺だけだったから。そのシータンが見た妖精と今出てきた妖精は違うんすか。全く違います。全く違うんだ。違います。だいたいでも俺ら見たことないけど、一般的な妖精っていうのは多分今瀬名さんが言った妖精の形、うんうんうん、ディティールはそっちかなっていうイメージはある。こういうね。それ以外の妖精って何ですか。本当、私のやつはもうボワッとした。ボワッとした。白いボワッとした、うん、ほ
妖精だなってこう。え、立ってたの？立ってたの？そういうやつじゃなくて。わ、綿？飛んでたんです。綿みたいな感じ？なんかふわっ。もうちょっと大きい。タンポポのあれ。のがすごい大きくなった感じ。ふわふわふわ。目とかあるんですか？いや、わかんなかったです。目、羽がある、目があるっていう感じじゃなくて。じゃなく。ぼわーっとした、ふわふわってした。お化けじゃん。実が飛んでたの。お化けで。ちっちゃいおじさんもあります。あるんだ。これを聞くね、小さいおじさんの話。なんか勉強しててね、こう書いてたりしてたら上のね、なんか棚のところをこうちょこそみたいにちょこんとおじさんが座ってるみたいな。おっみたいな。バババって逃げてったみたいなね。話はよく聞くけど。ちっちゃいおじさんは何してる？ちっちゃいおじさんはあのお手洗い。お手洗いしてた時にめちゃくちゃスケベのおじさん、あの私怖くてドア閉められなかったです、ちっちゃい時でちょっと開けてたんです。あ、なるほど、ちょっと開けてお手洗いしてたんです、そしたらその隙間に、隙間を通ったんです。こう腰曲げたおじいちゃんが、これよく聞くわこんな話。こおじいちゃんがのそのそ通って、あっ、おじいちゃんだと思って、ちっちゃってで、パッてこう見た時はもういなかったんですけど。それは身内とかじゃないの？別にほんとちっちゃいんですよ。ほんとちっちゃいおじいちゃん。見たことないおじいちゃん。見たことないです。めっちゃ腰曲がってるんですよ。でも目も、こっちを見てんの？こう。いや、見てなかったですね。あ、もうまっすぐ歩いてる状態なんだ。あ、チラッとでも見て、あ、そういうことね。じゃあそれ通り道だね。通り道？なんすか通り道？だからそのエロい心がじいちゃんにないわけじゃないですか。まあ、見てないですからね。だから通り道ですよ、それ。開けてくれたのすまんのみたいな。何のですか、だから。じいちゃん家に帰る。どことどこのじいちゃん家に帰るですよ。じいちゃん家の。じいちゃん家に帰る通り道なんですよ、そこ。魂みたいなことですか？その自分のじいちゃん。ちゃ、そのちっちゃいじいちゃんの家があって。どこに？いや、それは知らんよ。え、もういなかったんですよ。え、どういうこと？ここのドアの隙間、ドア開けるじゃないですか。ここ家の中の話でしょ、これ。階段ほら、そんなピョンでしょ。だからちょっと待って、通り道って何やの？それ家の中のね、どっかだからスーパーかなんか買いに行っとったんですわ。どお買い物の帰りですよ、通り道ですよ。だ、家の中って言ってるよ。一回黙れとお前マジで。家の中にもこっちの話してんだから邪魔すんの。でっかいおじさん黙れ。お化けの通り道とかがあるんだよ。いや、でっかいおじさん黙れ一回本当にこっちの話邪魔すんじゃないよあんた本当。そうなんだ。よく言うよね、おじさんの話ね。そう、ふわっとしたのなんだろうね。その時は何かしてくれたわけでもなく、見たっていうだけで。アースって映画を見ていた時、映画の中で見たんです。あれ？アース？やっぱそう、お化けだって。え？でも怖くなかったです。あ、妖精さんだってその10代の時に見た時に分かったんですよ、すぐ。だからみんなはそれ気づいてないでしょ多分。ああ、だからお化けだ。え？多分あの、いや、妖精って言ってる。じゃあ、郁恵さんも見たって言ってたよ。あの、郁恵さん。誰ですか？どの郁恵さんですか、あなた。柏原郁恵さんですか、それとも何郁恵さんですか？郁恵さんですよ。どこの郁恵かって。ホリプロの郁恵さん。お前黙れて一回だから。違うの。俺なんの分からん。鮮明に覚えてる郁恵さんの話があんの。でどの郁恵さん？知り合いの郁恵さん？親戚の郁恵さん？ホリプロの郁恵さん。ホリプロの郁恵さんはどの郁恵さんなん？もういいよ、その郁恵さんはもう分かりましたよ。そのホリプロの方が言ってたんですね。名字忘れた。いいですよ、その方が言ってたんですね。なんて言ってたんですか？あのね、あのご家庭でね、リンゴを言ってたんだって。そしたらちっちゃいおじさんがちょん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 こっちも妖精です。対決させるかじゃあ。じゃあ4本目2人でちょっとその話したいじゃないですか。僕ちょっと帰るんで。嫌です。嫌ですか。そうなったらいいです。全体娘の人が。わかりました。ということで、また来週。
はい、もう妖精の話は一生しないでください。とんがったバルでは。もう本当に申し訳ない。はい、わかりました。よいしょ。